どうも、シャルルでーす。はい。ってことで、ザスパ草津群馬対ファジアの岡山 J3 リーグ第17節、岡山のホームでの試合のレビューっぽいやつやっていきたいと思います。お願いします。まあ、連勝は難しいってところで。まあ、J2 リーグって感じですよね。連勝したいけど、なかなかさせてもらえないっていうのが現状かなっていうのが、今のチームにあるのかなと思います。はい。まあ、対して岡山は、久しぶりの白星なのかな、そうでもないかな、3試合ぶりぐらいだったかな、白星ってところで、はい。まあ、負けなしを伸ばしたって感じで、まあ、おめでとうございます。はい。まあ、そんな感じで、今節もレビューっぽいやつやっていきたいと思います。お願いします。はい。まあ、お互いのスタメンと、サベですね。まあ、岡山もだいぶ入れ替えてきた中で、こっちは、まあ、あんまつかないね。サブ、スタメン、じゃない、サブ、スタメン、サブともに、なく臨んだって感じです。まあ、いわき戦とかはだいぶもろに見えてたけど、いわき戦のあのさ、あれだね、いわきはあれ3年生の最後で1回やったんですけど、まあそれに比べれば疲労感っていうのは初っ端から見れることはなかったかなって感じはします。はい。まあそんな試合ですけど、まあ2対1で岡山の勝利ってところで、まあ前半の立ち上がり、岡山の1本目のシュートが決まってしまった、まあ左からカウンターシチュエーションっぽい感じで、まあやられたんですけど、あそこって、ああいうところってなんか取るんだよね。なんか、ああいう狭いところ、戻してるクロスは飛んなそうだけど、通っちゃうんだよね、って感じで、はい。まあ、その中では序盤は岡山に立ち上がりられますけど、まあ、早いうちにこっちはペース取り戻してたんで、まあ、だいぶ岡山の、プレッシャー、まあ、プレスに慣れてきたっていう感じの中で、まあ、こっちがだいぶ迫ってくるところがありましたけど、まあ、岡山のディフェンスはなかなか崩せずってところで、まあ、崩すとこまでは行ってたけど崩しきれなかったっていう方が正解ですかね。まあこれはそんな悲観することなく自信持ってほしいところかなと思います。まあその中で前半のうちで追いつきたかったですけど、まあ追いつけなかったところで、まあ後半の立ち上がり、誰だったかな、山中のクロスがハンドを誘ったって感じですね。はい。あれってどうなんだろうね。ハンドだ、すごい、俺的手当たった場所は、だ手の位置はなんかオンライン上に、ライン上に入ってたような、ライン上だった気がするんですけど、腹自体は、あれ、ペナルティエリアに入ってたような見えたんで、まあどうなんだろう、その辺ってどういう基準なのかなってちょっと個人的には思いました。まあ結果としてはそれを佐藤亮が決めて、佐藤亮今季4得点目ってところ、4得点5アシストってところで、まあだいぶ欠かせない存在になってきてるんで、まあこれを機に、まあ今度は流れとかで決めてほしいところですかね。はい。まあ、その中で後半も攻め、こっちがボールを握って、まあ、いい感じに崩せるところも何個かあったけど、まあ、2点目が遠かったってところで、まあ、岡山の少ないチャンスですかね。岡山もシュートは打ってたけど、そんな脅威になるほどのシュートはなかったんで、まあ、こっちとしてはうまく守れてたって考え方ができるんでいいんじゃないかなと思います。まあ、それでも後半の85分ぐらい、後半の85分は違うね、試合時間85分ぐらいに、スローインからルガオ選手がうまくキープして、バイシクル並みでなんかすごい中に戻してきて、ムーク選手がうまく合わせたって感じで、まあ、2点目それが決勝点って感じですね。まあいうところはやらせたくないよねって感じで、まああれはルガオ選手を褒めるべきかって感じですかね。まあお子さんが生まれたってところで、そこはおめでとうございます。はい。まあ2点目取りたかった、2点目取った方が勝ちだったかなって感じの試合でしたね。はい。まあ、勝てた試合だった。まあ、負けるべき試合ではなかったかなって感じですね。まあ、引き分けでも同じようなことは言ってたと思う。はい。まあ、それで負けたっていうのは多分一番の、内容、うちにしては珍しく内容が結果に伴ってない試合だったかなって感じで。徳島戦以来かな、でも言うて。その二つぐらいかな。まあ、うちとしては、まあ、勝たなきゃいけない試合だったかなって感じです。はい。まあ、ゴール期待値も見ての通り、まあ、だいぶ前半で取り戻せたのが結構久しぶりな気がするんで。まあ、でもやっぱり立ち上がりに失点すると難しくするよねって感じはやっぱり課題として残ってますね。はい。だいたいいつもだと前半で、ゴール期待値ずっと上がんないままなんですけど、だんだん上がるようになってきて、まあ、そこは素直に褒めるべき改善点としては見られたかなと思いますけど、本当に序盤の序盤でやられすぎたんで、はい。まあそんな感じで、まあ交代選手とかの問題で岡山の方が、ギアが少しずつ戻ってきたかなって感じ、つうかこっちがちょっと下げちゃったかなって感じで、まあ後半40分でしたね。試合時間85分で、はい。まあ岡山の勝利ってところで、はい。
まあ、そんな中でヒートマップですけど、平松と風間、平松は今回は自身はかなりありましたけど、まあ、平松ならちょっと決めてほしいなってところでは個人的にあったかなって感じです。まあ、平松もだいぶ動いてくれてはいるんで、まあ、ちょっと連戦の疲れが一番見えた人だと思いますけど、まあ、そこはちょっと大槻さんにもうちょっとうまくやりくりはしてほしいかなって感じです。はい。まあ、風間に関して言うと、左からの攻めっていうのはやっぱり単調っていうよりかすごい数が多いので、もうちょっと右とかに広がって右とかの攻撃っていうのももう少しやってもいいんじゃないかなって個人的には思います。まあ、チームのスタイル上そんな簡単な話じゃないんでしょうけど、まあ、まあ個人的な希望だったりします。はい、はい、総括ってことで、はい、まあ、負けは負けだが内容を見れば上回ってたと思うし、ここ数試合を見れば、まあ、本当にさっきも言いましたけど、前半は本当にグダグダのが多かったんで、まあ、それを見ればよかったかなって感じです。まあ、これを続けられるなら、おのずと結果もついてくると思うので、そこは続けてほしいところですね。はい、うん、まあ、内容は悲観するものではないって感じです、本当に。はい、まあ、それでも課題として立ち上がりは明確にどんどん強くなってるので、対策なり気の引き締め方、他にやれることがあるならやって減らしてほしいです、本当に。まあ、この後の試合全部立ち上がり失点しませんよっていうのはさすがに無理だと思いますけど、連続でやられすぎてるんで、まあ、そこの数はどんどん減らしていってほしいところです。はい、うん、はい、まあ、それでもまずは休めること、まあ連戦だったんでね、まあ、そしてから連敗しない勝つために必要なことをチーム一丸で取り組んでほしいかなってところです、個人的には。はい、まあ、岡山まで行った方お疲れ様でした。まあ、今回は私たちのサポートが足りなかったんですかね。はい、まあ、よくやれてたと思う中で、まあ、連戦っていうところがやっぱりこっちとしては難しいところがあるのかなっていう感じです。まあ、岡山のシュートも見事でした。まあ、うちも PK、 佐藤亮はいいコースに蹴ってくれたし、まあ、本当に岡山の我慢強さ、まあ、その辺のなんだろうな、岡山ロスコアなんかな、去年の方がはっきり言って強かったようには見えたけど、まあ、その辺で岡山がいい調子にならないようにはちょっと個人的には願ってます。やっぱりプレーオフに少しでも残るためならライバル減らしておきたいところですかね。はい、まあ、てことでお疲れ様でした。チャンネル登録、高評価よかったらお願いします。おつらいっす、じゃあのー。